鶴るしきは、みかんかみやましキミ族の常緑低木。みやましキミを分類上の基本種とした変種。有毒植物。別名、鶴るみやましきみ。死有一種。主に日本の太平洋側に分布する分類上の基本種であるみやましキミの、北海道、本州の日本海側の多節地帯に適応した変種。積雪に適応して、茎の株が地をい、 高さは30から100センチメートルほどになる。枝はしなり、折れにくい。葉は枝に誤生し、長さ0.5から1センチメートルほどの傭兵を持ち、葉の形は、頭皮心状腸楕円型で、長さ4から8センチメートル、幅2から3センチメートル、基部はくさび型で、先は短く尖り浅くへこむ。葉の縁は全縁で、表面は能力色で光沢を持ち、 メ面はやや緑白色を帯びる。柿は5から6月。花は白色で枝先に三棒状の塩水果汁を出す。花弁は4枚で、尾花と雌花が異なる。柿は10月から翌年の5月、計1センチメートルほどの赤熟した球状の果実をつける。前奏及び果実はアルカロイドを含み有毒。日本では主に北海道、本州の東北地方及び、 中部地方異性の日本海側に、東アジアでは、カラフトに分布し、多節地の臨床に自生する。本州の関東地方異性、四国、九州の太平洋側では、山地の上部の霊温帯にも自生する。雪椿や姫餅、姫青木、エゾユズリハ、ハイイヌガヤなどの日本海要素の常緑地社植物と、共に、ウナバヤシなどの臨床に見られる。ありがとうございます。